先生、十数個の漢方薬で、すごく小児科にとってはいろんな病態に対応できて、ある意味満足感が増す、ドクターの方も患者さんも、そしてちょっと儲かる聞きました。で、僕の疑問はその量、子供さんちっちゃいのから大きいのまでいるから、どれぐらいの量を先生、ざっくり飲ませてる？小児科医ってすごい体重あたりで計算するのがすごい好きなんですね。で、7.5g、大人がね、7.5g のやつだと体重あたり 0.15 から 0.2g パーキロ出してます。めんどくさいです。だから大人が1だと7歳で半分ぐらい、で3歳で3分の1ぐらい、1歳で4分の1ぐらい。なるほど。だけど10キロで1本、20キロで2本、30キロで大人用でも OK です。なるほど。多分先生もおっしゃってたと思うんですけど、中学の量に比べてすごく少ないので、多少いい加減、お母さんにこれ言うと怒られるから絶対言わないんですけど、多少量は気にしなくても大丈夫です。頭の中ではいい加減でいいよと思ってるけども、お母さんの前では自信満々に、そうこの量がいい、これでいいよっていうのね。だけど、そうなんです、だけど漢方薬って西洋薬に比べて量が多いんですよ。だからお母さん全部飲まさないといけないと思っちゃうので、一番最初私よく言うんですけど、1回量が多いので、とりあえずちょっとでも飲んだらいい。なるほど。全部飲まなくてもいい、最初は半分だけでも効くから、いう話を実際その少しの量でも皆さん聞くんですね。だからちょっとでもいいから飲んで、少しでもいい、無理しなくてもいい、嫌がったらすぐやめてもいいっていうふうにしてハードルを下げるようにしています。あとは極端なこと言って、間違って多く飲んでも大丈夫、例えばダメな漢方、これは危ないって漢方あるんですか？ないと思うんですけど、一応でも気をつけてるのは、子供はやっぱり物資で体が温まりすぎるので、物資の入ったもの、子供でも下痢がひどい子に真武湯とかを出すんですね。そういったものはちょっと気をつけた方がいいかな。物資はちょっと気をつける、あとはあと大王、下痢、大王が入ってるものは下痢するので、大王は気をつける、あと魔王はね、子供少々飲んでも全然大丈夫だよね。もうなんかそうなんです、葛根湯化鍼灸シーン、鼻が出てるから飲んでて、五個湯も平気で飲んでます。寝る前にエピカずっと飲んで、いやそれはやめてってよく言うんですけど、いや飲ませましたっていうお母さんいらっしゃって、何にも起こりません。じゃあ高齢者とは違って、魔王に関してはそんなに問題ない、あんまり気にしないです。じゃあ気にするのは武士と大王だね。大王、武士と大王、でもイメージは大丈夫、いい加減でいいっていう感じで、大丈夫です、なるほど、他に先生ほんのちょっとでも効くとかあるんですか？むしろこんなちょっとの量でも効く、ちょっとでも、実際美味しくないので、口から入れて吐き出したとかって言われる方もいるんですね。先ほど言ってたエピカズの鼻づまり、もう全部ベッて吐き出したけど、効いたっていう人もいるんですね。だからその辺はちょっと難しいんですけど、でもお母さんには西洋薬みたいに全部飲まなくてもいいよって言ってあげることが大事かなと思います。でないとお母さんプレッシャーかかっちゃうんですよ。この量を飲ませないといけないって思っちゃうので、そういうふうに言ってあげるのが大事だと思うのと、あと漢方って食前って書いてるんですけど、処方の時はそう書くんですけど、いつ飲んでもいいよと必ず言ってます。言い添えるのね、僕もそうして、必ず言ってます。食前って書くけども、いつでもいいよって、食後でも寝る前でも、食べてる途中でも、いつでもいい、いつでもいいから、ちょっとでもいいから、とにかく飲もうと、飲んだら元気になるという話をするようにしています。わかりました。